今回ご紹介するのは、ミニアイから新たにリリースされました 4K Pro ドライブレコーダーのご紹介をいたします。こちらは日本では未導入のドライブレコーダーになりまして、グリーンファンディングから支援を募りまして、ご提供させていただく商品になります。また、ミニアイの 2.4 インチモニター付きのドライブレコーダー、こちらのご紹介も過去にさせていただきましたが、それの今回の 4K Pro は進化したドライブレコーダーになりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。まずはじめにミニアイ 4K Pro のご紹介をいたします。こちらすでに取り付けているんですけれども、以前のミニアイのドライブレコーダーとは全く異なったタイプのものになっています。前後カメラ式で、かつこちらは 4K 収録ができるようになったドライブレコーダーになっております。このように今取り付けをしているんですけれども、こちらのこのケーブル、こちらになりますが、これがリアカメラにつながるケーブル で、こちらのケーブル、タイプ C なんですが、電源ケーブルになっております。で、この電源ケーブル自体は、今回新たにタイムラプスが使えるようになりましたので、シガーソケットタイプ、常時電源タイプの2種類が標準装備付属になっております。で、さらにこちらにスイッチがあるんですが、このように、ビデオのロック解除されました。ビデオロックされましたというような形で、ここパイロットランプで点滅してるんですが、ここでこのミニアイのドライブレコーダーの作動を確認することができる。で、かつこれ音声で警報を知らせてくれるようにもなっております。で、角度をこのように調整ができるようになっておりまして、4つの警報モードがついておりますので、角度をつけて、キャリブレーションで調整して行う。このように、しっかりと角度が調整できるようになっております。次に、4K Pro の特徴についてをご紹介していきます。まず、一つ目の特徴は、4つの警報モードがつくようになったことになります。まず一つ目が、車間警報。二つ目が、前方車両発進。前の車がスタートしました。三つ目が、衝突警告。四つ目が、車間距離のお知らせ。この四つの警報モードが、備わっています。以前のミニアイは、さらに歩行者検知、車線逸脱機能というのがついていたんですが、今回のこの 4K Pro に関しては、4つのモードになっていると、いうことになっています。こちらは、アプリで設定することが可能になっておりまして、感度の調整、ができますし、かつ必要なもの、必要じゃないものということでオンオフで設定することも可能になっておりますので、好みに応じて警報モードを使うと、いうことが可能になっております。二つ目の特徴は 4K 高画質かつナイトビジョンを搭載しているということになります。以前のミニアイは 1944p までだったんですが、今回の
4K Pro は 2160p という高画質になっております。さらにナイトビジョンということですので、夜間の収録も高画質で高精細、くっきりと鮮明に動画の収録が可能になっております。さらに、今回は超広角の170度に広がっておりまして、以前は広角140度だったんですけれども、それによって5車線以上の道路、日本ですと都内にそういった道路がありますけれども、より一層広角になりまして、安心感が増したと、まあ、いうことになります。三つ目の特徴は、リアカメラが今回 4K Pro には搭載されるようになりました。今までのミニアイはリアカメラが使えずにフロントカメラのみだったんですが、今回はリアカメラが使えるようになったということで、これは非常に大きな進化になっております。こちらのリアカメラは 4K ではなく 2K 相当になっておりますけれども、画質を見ていただいてもくっきりと高画質で高精細、証拠画像を収録するという意味においては必要十分なクオリティを兼ね備えていると思います。で最後になりますが、最後はタイムラプスが今回使えるようになったということになります。冒頭の商品紹介でもさせていただいたんですが、こちらの常時電源ケーブルが付属されておりますんで、これを使うことによって12時間24時間タイムラプスの設定が可能になっておりまして、かつバッテリーの保護機能がついておりますので、バッテリー上がり等も防げるということで、非常に安心して使える機能が備わっているというのが4つ目の特徴になります。今回はミニアイ 4K Pro のご紹介をさせていただきました。こちらは以前のミニアイ 2.4 インチのモニター付きの進化モデルということになるわけなんですけれども、新たに 4K 画質まで引き上げられ、かつフロントリアカメラが使えるようになり、広角になったということ、そして4つの警報モードがつき、車を止めている時でもタイムラプス機能によって、車の盗難や車上荒らし、そういったものにも未然に防ぐことができる、非常に優れたドライブレコーダーに進化したと言えるんではないかと思います。こちらのドライブレコーダーはグリーンファンディングにより支援をいただきまして、皆様にご提供していきたいと思います。商品の詳細に関しては概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけますと幸いです。それでは失礼をいたします。